日産、パルサー、パルサー、パルサーは、日産自動車が1978年から2000年まで、日本で販売していた小型乗用車である。2013年から、欧州、大王国、オセアニア市場等で、再び社名が復活している。4ドアセダンからスタート。その後ハッチバック、クーペ、ライトバンが設定された。 欧州市場に投入されることを鑑みて開発されたこともありその生涯を一貫してユーロテイストの香る小型車とて開発、生産された。パルサーはレース活動が活発でクーペによるワンメイクレースが開催された。1981年にはラックラリーに参戦。GT-RY の14型パルサーのイメージリーダーとして開発初期の段階から企画され、 WRC への参戦を前提に設計された。日本テレビ、読売テレビ系で放送された EX テレビでも WRC 出場前から多数の生 CM を打つなど派手な広告戦略を取った上で日産の新しいラリーウェポンとしてかなりの自信と期待を持ってリリースされた。代わって外観では特徴的なボンネット状のエンジンバルジと 巨大なリアテールスポイラーが付与される、ビスカスカップリング LSD など仕様から読み取れる、際があった。また、標準仕様の他に、ラリー等への参戦を目的とした、競技用、ベースグレード、軽量化のためさらに、デスオプションが増え、クロスレシオミッションや、スポット増し、機械式 LSD ホイールも、スッチルとなったものが、カタログモデルとして存在した。他には、標準仕様に、 ニスモ製ロールバーやショックアブソーバー等が装着された GT-R ニスモが限定販売された。大型ホグランプ内蔵のフロントエアロバンパーと、専用大型ルーフスポイラー、富士ツボ技建製専用マフラー、205、50VR15 のブリジストンポテンザ RE710 回タイヤを組み合わせたゴールドの専用、ルミホイールが外観上の特徴。 赤ステッチの入った専用桃製本革巻き、シフトノブ専用パーキングブレーキレバー、ホワイトメーター、専用のシート地とドアトリムクロスを内装に採用していた。IPF 製の大型フォグランプと大型フェンダーが外観上の特徴で大型フェンダー採用によりシリーズ唯一の三ナンバー車となっている。背面スペアタイヤキャリアフ車と部車が選べた。 内装には専用のシート地とドアトリムクロス、ホワイトメーター、本革巻きステアリングを採用していた。日本では2000年8月に後継車種がブルーバードシルフィとして登場したが、オーストラリア及びニュージーランドでは引き続きパルサーの車名と N16 の形式名が使用された。ボディタイプは4ドアセダンと5ドアハッチバックで、全車は G10 型ブルーバードシルフィを 後者は N16 型アルメイラをそれぞれベースにしていた。2006年初めに C11 型 T だが後継者主としパルサーの社名は世界的にここで一旦消滅した。2012年10月16日、日産オーストラリアはパルサーの社名を復活させると発表し、オーストラリア国際モーターショーにセダンとハッチバックを出展した。セダンは B17 型シルフィ。 セントラと基本的に同一車種で、オーストラリアでは2013年1月29日に登場。タイニス産からの輸入で、エンジンはマラ8で、グレード展開は ST と STL に CVT、または 6MT が、TI には CVT のみが設定されている。途中の年次改良で TI は廃止され、代わって MR16DDT 搭載の SSS が投入された。 ニュージーランドでは ST と TI の2種で、こちらでは CVT のみの設定。ハッチバックは C12 型 TE だと、基本的に同一車種で、セダンに約半年遅れて2013年6月11日に発売された。こちらもタイニスさんからの輸入で、グレード展開は4種で、ST と STL はマラ8でエンジンに CVT、または 6MT が、 STS と SSS には MR16DDT エンジンに CVT または 6MT が設定されている。ニュージーランドでは ST、STS、SSS の3種で CVT のみの設定。プラットフォームは C プラットフォーム。また、太陽国でも2013年3月7日にパルサーが発売された。こちらではセダンはシルフとして発表済みのため。 ハッチバックのみがパルサーを名乗る。2014年5月16日、欧州日産は欧州市場の激戦区である C セグメントに2006年に消滅したアルメーラ以来復活することを発表し、車種名はパルサーとすることを発表した。これは前年に登場している C12 型を置き換えるものではなく欧州専用として C13 型が用意された。 エンジンは2種のディーゼルと2種のガソリンをラインナップ。プラットフォームは J11 型、キャッシュカイと同じ CMF で、生産はスペインバルセロナ工場。2016年4月25日、北京モーターショーにて C13 型パルサーをベースとしたものを3代目、TIDA の名で発表。フロントマスクの一部がパルサーと異なる以外は、基本的にほぼ同一仕様である。シルフィで、 先行採用されたエマージェンシーブレーキや BSW などの安全装備を標準採用している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。